なぜそこまで惚れていただいてるんだろうなっていうのは、ちょっと腑に落ちない部分があって、はい、まあ、某社から内定が出たときに、切られてしまうんじゃないかなというふうに不安がこっちとしてはあるんですけども、そうですね。どうもこんにちは、春大組メンバーのわらまちです。大変お待たせいたしました。お待たせしすぎたかもしれません。こわもて面接官の南さんです。どうもこんにちは、南です。世界日お金の道場です。南さんが来たということは、今回はガチ面接を行いたいと思います。ガチでやっていくということで、今回面接に挑戦してくださる就活生はこちらの方です。自己紹介お願いします。はい、東京海洋大学の海洋生命資源科学専攻修士1年の増田俊也と申します。今まであまり面接の経験回数は少ないんですが、精一杯頑張れたらなと思っていますので、本日はよろしくお願いいたします。増田くん、今日どうしてもこの日に受けたい理由があって来てくれたんです。何ですか？明日、最終面接を控えている企業さんがありまして、今まで面接回数の経験としては少ないので、面接の練習をぜひして、まあ、その厳しいフィードバック、的確なフィードバックをいただけたらなというふうに思ったので、本日模擬面接に参加させていただきました。最終面接ということで、一番大事な部分は志望動機の部分です。なぜかというと、内定を出した人事が一番気にすることって、この人が本当に蹴らないかなってところをめちゃくちゃ重要視してるんですね。で、蹴られたらその人が減点されちゃうわけですよ。だから絶対に蹴らないだろうなっていう人を通すんですね。俺は絶対に蹴らないんだってことを論理的に説明するってところを一番重要視してください。はい、ちなみに増田君は第一志望の最終面接が明日だそうで、そうですね、気持ちとしては絶対に蹴らないけど、それがちゃんと面接官に伝わるかっていうのがポイント。それが超大事ですね。増田君、一回添削を受けて志望動機を改善してリベンジに来たということで、はい、厳しく明日のためについていただけたらと思います。ということで、今回はバラマツシステムズという架空の IT 人気企業を想定した最終面接を南さんに行っていただきたいと思います。はい、どうも、バラマツシステムズ、人事部採用責任者の南と申します。よろしくお願いします。簡単に最初に1分間程度でいいので、簡単に自己紹介。はい、教えてお願いします。はい、東京海洋大学の海洋生命資源科学専攻修士1年の増田俊也と申します。私は今研究室で水族栄養学研究室という研究室に所属しておりまして、主に養殖魚の餌についての研究を行っています。また大学がその海に関する大学ということもあって、釣りとダイビングを趣味として行っております。ストリートダイビングでは、年に数回、友人と離島に遠征にしに行くといったことをしていて、大学学生時代の良い思い出となっています。本日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、お願いします。ですね、なるほど。学生時代に最も、まあ、時間と労力を割いたものは何だったのか教えてください。はい、私が学生時代に、最も、時間と労力を割いたことは、養殖魚の餌についての研究です。まあ、現在養殖業では、餌のタンパク源、新たなタンパク源を見つけるということが、養殖業界での課題となっています。しかし、私が所属している研究室での、タンパク源に関する研究では、ほとんどの場合、今まで成功したことある原料を用いた実験が行われていました。そこで今まで用いられたことのない新たなタンパク源の発見というものは、養殖業の課題解決に貢献できるのではないかというふうに考えたため、私は今まで使われたことのない原料を用いた餌を作ろうというふうに考えました。そこで、あるタンパク質が有用であるという論文を発見し、それを実際に餌として使用した実験を行いました。そして、まあ、その結果、そのタンパク源は、餌のタンパク源として利用できる可能性があるということが分かりました。まあ、そうですね、養殖業の、まあ、課題解決貢献できたのではないかなというふうに考えております。分かりました。ちなみにその活動をなぜやろうと思ったんですか？そうですね、私自身、昔から魚というものが好きで、そこの理由に関しては、ちょっともう幼少期の頃から、なぜかというふうになってしまうんですが、すごい魚が好きで、その魚に関する、研究というものを、
まあ、大学のところで学びたいな、魚に関することをまず学んでみたいなというふうな純粋な興味があったので、まずその大学に入って、まあ、そこで、そうですね、養殖業っていうものは、その頃だとすごい興味があったので、どのように餌を作っていたりだとか、どうやって研究しているのかなっていうのが気になったので、その研究を行っていました。ちなみに魚が好きの要素分解すると、それは食べるのが好きなのか育てるのが好きなのか、どんな感じですか？そうですね、結論としては両方とも好きという形になってしまうんですけども、まあ、どちらかといえばその例えば泳いでいる姿であったりだとか、まあ、少し変わっているかもしれませんが、そういうところが、まあ、すごい なんて言うんでしょうね、見ててこう楽しいではないですけども、すごい魅力を感じたので、そうです、そちらの方を育てたりだとかっていう方にすごい興味があります。わかりました。じゃあその研究において、自分が一番壁にぶつかって挫折して心が折れそうになったけれども、それを乗り越えた経験があれば教えてください。はい、そうですね、実際に、新たなタンパク源を見つけるって一言で言ってもすごい、いろんなものがあって、でまず、大前提として、まあ、その挫折したことといえば、まあ、そもそもそのタンパク源、新たなタンパク源になりそうな原料を見つけることができなかったっていうのが、一番の挫折ですね。そこで、まあ、その原料を実際にどう見つけるかっていうところを考えていたときに、まあ、そうですね、論文をまず読んで、出てる論文、タンパク源に関する論文を読んで、何かヒントはないかなというふうに、読んでいたんですけども、その時に、まあ、水溶性のタンパク質っていうものが、自分がその対象としている魚種ではないんですけども、有用であるという論文があったので、この論文からは、まあ、その水溶性タンパク質というものが、もしかしたら自分の対象魚にも有効ではないかなっていうふうに考えて、そのタンパク質を含むような原料っていうものを、そこから探し出して、実際に使用してみて、まあ、可能性があるのではないかっていう風になったっていう形ですね。それが、はい、ちなみにこれって、全部一人で完結したんですか？最初からもうスタートから一人で、ゼロから1も一人でやって、そうですね、はい、最初は、私自身思ったのは、一人で始めたんです。誰も研究した人はいなかったんですか、過去に？あ、共同、新しいそのタンパク源を挑戦しようっていう研究は、まあ、なくはなかったんですね、研究室の方で。過去の論文とか、研究室からしてる論文を見ると。ただ、まあ、ほとんど、過去で成功した論文の、その原料を、まあ、今度、顔料を変えてやってみようだったりっていう研究がすごい多かったので、そうですね。まあ、そこで、まあ、私は新しいところ。新しくやったんですね。あ、そうですね。その原料自体はまだ使ったことがなかったので、そこを新しく挑戦しようかなというふうに考えて、はい。挑戦しました。ちなみにそれを一人で取り組んだかどうかは？一人で取り組んだかに関しましては、その論文を探す際には、まあ、教授だったり、あと先輩の方にも、タンパク源、新しいタンパク源取り組んでみたいので、何か有用な論文がありましたら、ぜひ教えていただきたいですというふうにお伝えして、まあ、その論文を見つけるというか、その論文を読んだ知識を共有するみたいなことは、行いました。なるほど。はい。でも日々の研究はもう一人でずっと閉じこもって。そうですね。基本的には研究はそうですね。一人で、行っていましたね。その餌を作るところから、実際に給餌するところ、まあ、その後分析するところまではそうですね。一人で行ったこと。そうですね。はい。ちなみに、同じ研究室や、まあ、同期の皆さん、はい、で全員が一人で研究してるんですか？そうですね、基本的には一人で行っていますね。ただ、でもそうです、私の場合もそうです。例えばその餌を作る量が少し多ければ、まあ、なんか二人でちょっと分担して、まあ、時間を短くやるだとかっていうふうな協力はありますけども、そうですね、研究自体はほとんど一人でやってることが多いですかね。はい。ちなみに なんでこれを聞いてるかというと、実際会社に入って、働くっていうのはやっぱりチームで行うことなんですよ。で、何かこうチームで取り組んで成果を出したことなどがあればぜひお伺いしたいなと思ったんですけど、はい、研究において、まあ、研究においてじゃなく、いや研究において何かこう人と関わって成果を生んだということがあれば教えてください。
そうですね、研究においてですと、そうですね、正直研究の特性上というか、そのどうしても自分で、まあ、チャレンジしてみた原料を見つけてみて、実際それを作って魚にあげて、まあ、それを分析するってことなので、それを研究室の同期だとか先輩方もみんなやってるので、なんかそうですね、そこで周りに協力、周りと協力してっていうふうにはちょっとそうですね、なってはないくて、まあ、正直そこはちょっとチームとしての活動っていうふうにはちょっとなってはないかなっていうふうには。何かでも研究において新しいアイディアを考えるとかっていうのは、何か人と議論したりしながら浮かんだこととかってないですか？何か。そうですね。新しい、そうですね、ところは、まあそうですね、その、まあその養殖業の課題に関しては、まあ、その教授の方から、こういう課題があるっていうふうにお伝えしてもらって、まあ、そこから、まあ、何か自分にできることはないかなっていうふうに考えたので、まあ、そこは協力していただいたのと、まあ、あと先ほど、と説明とちょっと重なってしまうんですけども、論文を探す際に、まあ、先輩や、まあ、教授からもその共有していただいて、何かないかなっていうふうに探すっていうことは一緒に行ったかなというふうに思っています。了解です、はい。じゃあ研究以外でもいいので、はい、何かチームで取り組んで、はい、成果を残したことがあれば何か教えてください。はい、チームとして取り組んで成果を残したこととしては、サークルでの活動ですね。はい、私学部生時代に、ダイビングサークルに所属していて、所属していたんですけども、そのサークルでは、ダイビング免許の取得というものが加入必須でした。まあ、しかし、まあ、加入前から、免許を持っているという学生は少なくて、加入者数が少ない状態が続いていました。そこで私は、サークルの経験を通して、まあ、ダイビングがすごい魅力的であって、まあ、これをもっと多くの人に広めたいなっていうふうな思いがありました。まあ、そこで、サークル内で、ダイビング免許を取得できる制度、新制度の確立というものをそこで提案しました。そうです。で、その提案をして、まあ、実際に、チーム、サークルのメンバーと、周囲のそのメンバーと、仕事を割り振って、まあ、実際にその新制度を確立することができて、まあ、その結果、新しい人でも、ダイビングを始めやすい環境を整えることができて、まあ、加入者数が、例年8名ほどだったんですけども、それが、15名ほどに増えて、まあ、約そうですね、2倍ほどに増やすことができたというのが、チームで、取り組んだことですね。はい。了解しました。ありがとうございます。はい、では、ここからは、じゃあ、ご自身の、強みを教えてもらってもいいですか。強み自己 PR を。はい。はい。そうですね。先ほどのごめんなさい、説明と重複してしまうんですけども、私の強みは問題解決能力があることかなというふうに考えております。先ほどの、サークルでの活動を、ごめんなさい、サークルでの活動ですね。で、その時に、まあ、実際に、サークルの加入者数が少ないっていう問題があって、まあ、それの原因を考えた時に、まあ、1年生を中心に、こう、学部1年生を中心に話を聞いていった時に、まあ、そのサークル加入のハードルの高さが原因だなというふうに考えました。そこで、まあ、ダイビングを広めたいという思いのもと、まあ、新制度の確立というものを提案して、まあ、この新制度により利点は大きく2つあるかなというふうに考え、その時は考えていて、まあ、一つは加入のきっかけ作りができるというところですね。そうですね。まあ、免許を取ってから加入するっていうのはやはりハードルが高いという声があったので、まあ、サークル内で免許を取得できれば、加入のハードルを下げることができるのではないかというふうに考えたためです。まあ、二つ目としては、まあ、取得費用を安くできるという点です。まあ、外部で免許取得する際、平均6万円ほどかかっていたんですが、まあ、サークル内で再三度返しした免許合宿というものを行うことによって、まあ、その費用を少しでも抑えられるので、まあ、加入のハードルを下げることができるんではないかなというふうに考えたためですね。で、まあ、その実現に向けて、まあ、周囲と仲間と、まあ、仕事を割り振って、まあ、実際に実現することができた。ということ、ところで、まあ、問題解決能力があるのかなというふうに考えております。了解です。
じゃあここからは志望動機の方に聞いていきたいんですけれども、はい、まずそもそもなぜこの業界を志望しているかというところと、はい、その中でもなぜ弊社を志望していただいているのかっていうのを 2つ教えてください、はい、私にはコミュニケーションの創造というものによって多くの人の役に立ちたいっていうふうな思いがあります。そうですね、そういう思いがありまして、まあ、近年、生活だとか社会においてもう今や IT は私たちの生活に必要不可欠なものになっているというふうに考えております。でまた、私たちが普段のこうコミュニケーションというものを取るときに、IT というものは、対面でこう話すっていうとき以外には、基本的に必要になってくるものかなというふうに考えております。そのため、IT 業界では、私の思いというものを実現できるのではないかなというふうに考えたため、まず IT 業界を志望しています。で、その中でも、本社を志望している理由、志望している理由としましては、私には、まあ、先ほどと重なってしまうんですが、コミュニケーションの創造によって、まあ、多くの人に役に立ちたいというふうな思いがあります。で、そのためには、通信事業者向けのネットワークインフラ事業というものを通して、地域情報格差の解消というものを目指していきたいなというふうに考えております。まあ、そんな中で、御社は、長年培ってきた某グループの、技術力があるという点や、そうですね、その点があるということと、あと、そうですね、その点があるというところと、そのキャリアネットワーク、ネットワークインフラ事業を通して、その地域情報格差の解消に取り組もうとしているという点、あと、官庁や自治体、民間企業や、まあ、通信事業者といった様々な、企業さんとつながりを持っている点から、まあ、私の思いを実現できるのではないかなというふうに考えたため、本社を志望しています。了解です。はい、ちなみに、はい、うちの会社って志望度ではどのくらいですか？そうです。志望度としては、第一志望として、本社を志望させていただいてます。なるほど。はい。他の会社ってどういうところを受けてますか？他に受けている業、ところとしましては、大手の食品のメーカーさんだったり、まあ、他の、IT 企業、IT のメーカー、IT 企業さんだったりを、受けています。はい。なるほど。先ほどの話から、はい、推測するに、まあ、なぜこの活動をしているのかというところで、やっぱ魚が好きだ、養殖に興味があるっていう話があったと思うんですけど、はいはい、そこと、はい、食品はなんとなくつながりは分かるんですけれども、はい、その IT のつながりがよく分からなくなったんですけど、はい、それは どういうふうにつながるんですか？そうですね、私自身、大学に入学した頃は、例えば将来その養殖業者さんであったりだとか、まあ、その餌会社さんであったりだとか、まあ、そういう魚に関わるような、企業さんの方に、まあ、就職できたらなというふうに、まあ、最初の頃は考えていたんですけども、実際就職活動をしていく中で本当に自分がやりたいことというか何のためにこう仕事に就くのかっていうふうに考えたときに、まあ、自分のその、そういう魚に関連する好きな仕事と、あともう一つ先ほど申し上げた、コミュニケーションの創造によって、まあ多くの人の役に立つっていうふうな思いを比べたときに、そちらの思いの方がより強いなと考えたので、そちらの思いが実現できるような企業さんに、を志望しているという形です。はい。ちなみに、弊社に興味を持っていただいた何かきっかけや具体例などあったら、具体的な経験があったら教えてください。はい、そうですね、知人の話になるんですけども、知人から、その就職活動をしていて、まあ、当初私は最初その養殖業とかを見ていたので、まあ、養殖業とかを志望してるんだよねっていうふうな話をしたら、その知人のまた知人になってしまうんですけど、に、最近この養殖業を始めた人がいるっていうふうに聞いて、少し話を聞いてみようかなというふうに思って連絡を取ったんですね。とすると、まあ、そこの会社自体は採用をやってないって言われて、なぜかなっていうふうに、お伺いしたところ、そこの
そこはあくまで子会社というか、そこの会社で、大元の会社はこういう会社だよって教えてくださったのが御社だったんですね。で、なるほど。あ、で、そうですね、そこで、大元の会社というか、最初の会社、そうですね、親会社の方を調べていくと、調べていくか教えていただくと、御社だったということがきっかけで、まあ、IT 業界、っていう風な、最初私のイメージは、こうパソコンをこう打って、なんかプログラミング書いたりだとか、まあそういったことかなっていう風に考えてたんですけども、なんかすごい養殖業という、まあその幅広いこともやっているんだなっていう風なところですごい興味を、まずそこで惹かれたところが入ったのがきっかけですね。なるほど。その養殖業の方が、うちの会社のシステムというか、基盤というか、サービス製品を使ってくださっていた。そうですね。本社で今、行っている、まあ、その陸上養殖、完全な陸上養殖の、そうですね、事業の、まあ、子会社として、その知人の会社があったっていう形です。なるほど。はい。じゃあ、もし、うちの会社に入社したときに、好きな部署を選べるってなったら、どこにお志望しますか？その好きな部署となったときには、やはり、先ほどの思いが実現できるような、ネットワークインフラ事業部に、事業、まあ、その事業の方に携わりたいなというふうに考えています。陸上養殖の部門は、そのネットワークの中に含まれてるんですか？あ、その部門に関しては、含まれてはないんですけども、今日、陸上養殖がきっかけで興味を持っていただいたけれども、全然違う部署に興味があるってことですね。そうですね。まあ、入ったきっかけは陸上養殖をやっているような、まあ、IT 業界、IT 企業っていうのは幅広いことをやっているんだなっていうところで、まず興味を持ったという形ですね。はい。興味を持ったきっかけになります。ちなみに、志望している部署の社員などと話したことってありますか？そうですね。今現在ですと、まだちょっと社員訪問の方はさせて、していない状況です。どっかの会社に社員訪問したことってありますか？社員訪問の、そうですね、経験自体まだちょっとない状態ですね、現在。はい。それはやっぱり、研究が忙しかったとかですか？まあ、そうですね。まあ、研究は、が忙しかったのはやはりあって、まあ、そうですね。まあ、研究が、まあ、まずあったっていうのは、まあ、一番かなというふうには考えてますね。わかりました。うん、なるほど。もし全然希望していない部署に配属されたらどうしますか？例えば人事部、経理、法務部などに配属されたらどうしますか？その場合は、問題はないかなというふうに考えています。まあ、御社で働かせていただけるのであれば、まあ、どんな仕事でもまずは精一杯取り組みたいなというふうに考えています。そうですね、御社で、私の、まあ、思いである、まあ、コミュニケーションの創造によって、まあ、多くの人に役に立つっていう思いは、まあ、御社の事業を通して、まあ、実現できるかなというふうに考えているので、まずは、そうですね。御社のために自分自身ができることであったり、まあ、自分がそこに配属された意味というものを見出して、まあ、働いていけたらいいなというふうに考えています。そして、まあそこで、まあ培った、例えばスキルだったり、まあ経験、知識だったりを、まあ活かして、まあいつかはそのネットワークのインフラの事業の方に携われたらなというふうに考えています。そこまで弊社のことを愛を持って接していただいてすごく嬉しいんですけれども、なぜそこまで惚れていただいてるんだろうなっていうのが、ちょっと腑に落ちない部分があって、はいはい、もちろん弊社としては嬉しいことなんですけれども、はいはい、なぜそこまで魅力を感じていただいてるんですかね。そうですね。やはり、
私が先ほどからちょっと何回も説明してしまっているその思いっていうところを考えたときに、まあ、コミュニケーション、まずコミュニケーションの創造を行っている会社、企業さんであるというところと、あと多くの人に役に立つっていうところで、まあ、ただ人の役に立つではなくて、先ほど例で挙げさせていただいた、まあ、例えば通信事業者さん向けのネットワークインフラの事業であれば、その、例えば、某、まあ、通信事業者さんに就職した場合だと、まあ、そこの会社さんを使ってくれる方にのみにしか、まあ、役に立つことはできないかなというふうに考えているんですけども、まあ、いろんなその通信事業者さんに役に立つことができれば、結果的により多くの人に役に立つことができるというふうに、そのより多くの人の役に立てることができる企業なのではないかなというふうに私自身思っておりまして、あと、そうですね、本社では、まあ、その、例えば水産事業から、まあ、宇宙に関する事業だったりと、本当に幅広い事業を行っているので、人に役に立つという時給のもとでは、御社がすごい魅力的だなというふうに考えています。でもそれって他の大手、某社だったり、もう同じく社員数がたくさんいて、日本のインフラを支えるようなこと、事業もやっているんですけれども、それとも、はい、そこの企業は志望せずになぜうちだけ志望してくれてるのかな。あと、まあ、そうですね。まあ、某社から内定が出たときに、切られてしまうんじゃないかなというふうに不安がこっちとしてはあるんですけれども。そうですね。まあ、そうですね。まあ、御社でそうですね、働いて、まあ、行けば、御社も、まあ、その、やはり、幅広い事業っていうところで、まあ、宇宙から、その、養殖業まで手掛けているような、まあ、そうですね、IT、企業というところは、まあ、他にはないかなというふうに考えているので、その点で、まあ、多くの人にの役に立てるのではないかなというふうに考えているのと、まあ、コミュニケーションの創造によってというところだったんですけども、私がそもそもコミュニケーションの創造をまず仕事にとしてしたいと思ったきっかけとしては、まあ、そのアルバイトをしていた際に、まあ、従業員の交流がきっかけですごい仕事の効率が上がったことがあって、まあこのコミュニケーションってすごい可能性があることだなっていうふうに魅力を感じたところがきっかけで思ったんですけども、そのコミュニケーション、そこの私の軸としてコミュニケーションの創造っていうところを、御社のビジョンとして掲げているため、そこに、まあ、すごい共感できたっていうところも、そうですね、御社の魅力としてあるかなというふうに私自身は思っています。わかりました。じゃあ最後に何か伝えたいことがあれば教えてください。はい。まずは本日は、貴重なお時間いただきありがとうございます。ありがとうございます。そうですね。私自身、この思いを実現できるというところで、という観点で、まあ、御社が第一志望ですので、まあ、もしご縁がありましたら、まあ、私の強みである、まあ、問題解決能力を活かして、まあ、御社の事業に貢献できていけたらな、というふうに考えております。本日はどうも。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ということで面接お疲れ様でした。お疲れ様でした。かなり緊張感のある面接だったんですが、いかがでしたか？そうですね、ちょっと思ったよりやはりその自分で言うことを決めて、こうある程度聞かれそうな想定をして、まあ、決めてはいたんですけども、やっぱどうしても爆発が少ないのでなかなか言葉にできないところもあり、そうですね、そこがやっぱちょっとうまくいかなかったなというふうに考えています。ちなみに自己採点は何点ですか？50点ぐらいですかね。その例えばチームとして取り組んだことに関しては、本社が求めているような人物像に当てはまったような、まあ、エピソードが言えたかなというふうには思っていたいるんですけども、志望動機のところがやはりどうしても深掘りされたときに、その企業じゃなくていいんじゃないかっていうふうなこうになってしまった時になかなか言葉が出なかったので、そこはやっぱちょっと大きいかなというふうに考えます。今回最終面接なので、まあ、少し厳しめになるかと思うんですが、
講義の発表をお願いします。はい、発表します。ドゥルルルルルルルン、×です。理由の解説をお願いします。はい、全体的にやっぱね、ふわふわしてるんですね。全部が抽象的なんですよ。で、正直、面接官って1日20人とか見たりするんですけど、抽象的な話って1秒も覚えてないんですよ。誰でも言えちゃうようなことで、何にも覚えてなくて、ただ具体的な単語とかは覚えてるんですよ。例えば養殖とかダイビングとか、そういう具体性のある言葉は覚えてるんですけど、それ以外のコミュニケーションって言葉とか、多くの人とかっていう言葉ってあまりにもふわふわした言葉で、正直面接終わった直後1分後にはもう忘れちゃいます。全体的にそうだった、全てがそうだったっていうので、多分面接終わった後に何も覚えてない、終わった後に覚えてることは養殖と餌っていう言葉しか覚えてないっていうことが起きちゃってます。どうしたらいいんですか。意図的に具体的に自分の体験談を入れた方がよくて、志望動機の部分もそうだし、なぜこの業界を志望してるかって部分ですとか、なぜこの会社なのかってところですとか、具体的な自分の体験談がなかったんですよ全然。唯一あったのは、その養殖やってる人のところに訪問をして、その製品やのことを知ったっていうところ、それだけはあったんですけど、それで終わったんで、しかもその製品も全然自分の志望とは全然違うことだったんで、そこもつながりなかったんで、ってことは自分のやりたいことなのに具体的なエピソードってないんですかっていうふうになっちゃった。具体的な体験がないってことは、それはつまり時間を使ってないってことなんですね。時間を使ってないってことは本気で志望してないじゃんってなるんですよ。これじゃあ志望って本当に大事なのかな、これ嘘なんじゃないかなって思っちゃったのが一番致命的なところです。ちなみに今のアドバイスを聞いて、はい、なんかあ、ここを具体的に話せそうだなって、もうすぐ多分具体的なエピソードだったら改善できると思うんですけど、はい、例えば私の思いについて、その志望動機の時にお話しさせていただいたんですけども、そこでその思いの理由まで言うと少し長いかなって思ってしまってて、でその時に言わずに、後でなんでそういう思いなのかなっていうふうに聞かれた時に答えようかなとは思ってたんですけども、そこは実際にやっぱ必ず聞いてくれるわけではないので、そこを話せずにやっぱちょっとふわふわした感じになってしまったところがありますね。例えばその地域の情報格差を解消したいと思ったきっかけも あったんですけども、なるほど、やっぱそこをそれはあればそのなんか長くなってしまう、かなり致命的ですねそこは。 それがあるならそれ言わないと、それないと、はい、なんで弊社なんですかって部分が全く分かんなかったですね。かなり致命的ですねそれは。でもすぐ直せますねこれは。そうですね、でもちょっと長くなるのは気になるは気になると。なんでそこはもう訓練しかなくて、模擬面接を繰り返して長くなりすぎないように短い単語で相手に質問をさせるっていうキャッチコピーみたいなところですね。まあ、YouTube とかもそうじゃないですか。結局サムネとタイトルが良くないと誰もタップしたって誰も再生しないわけですよ、うん、まあ明日だと思うんですけど、今からでもいいので模擬面接を繰り返して、短く相手が質問したくなるような、まあ、落とし穴をどう仕掛けるかってところを特訓しないとちょっと危険かなって思います。まず自己紹介の部分なんですけど、2点ありますとか最初に言っちゃってほしいんですよ。学生時代取り組んだことは、まあ、研究と、まあ、サークルですって、この2本じゃないですか、はい、で研究のことを聞きたかったら研究のことを聞くし、チームとして、はい、成し遂げたことを聞きたいんだったらサークルのことを聞くので、だから面接官が重視している方で聞いてくれるはずなんですよ、はい、研究力を志望してるのは研究の話を聞きます、チーム力を見たいならチームの話を聞きますっていう、だからその選ばせてあげた方がよくて、はい、今回って理系のあれですよね、技術職というか院生なんで、まあそうですね、なんでもしかしたらもうサークルどうでもいいから研究のことだけ聞きたいっていうケースもあるんですね。でも研究はもう真面目にできるだろうから、研究以外のチームで取り組んだことも聞きたいなっていうケースもあるんですよ、はい、だからどっちも提示した方がいい、はい、で2つありますって言っちゃった方が良い、はい、でそれがないのに自己紹介の最後で釣りダイビングっていう話が来て、結構釣りダイビングって言葉って結構具体的なのでめっちゃ印象残るんですよ。結構これって遊びというか レジャーというかレクというかじゃないですか、遊びの部分がすごい残っちゃったんですよ。なんで遊びの部分は言わなくていいかなと思います。でダイビングの話したかったら2点ありますで、研究とサークル、サークルの部分で言えるんで、自己紹介からちょっと弱いなっていうふうに思いました。全体的に一貫性がなくて、その熱狂的に養殖が好きだっていう話は理解したんですよ。
なのに志望動機がすごい飛んでるんですよね。愛があってこういうことをしてますまでは理解できたんですね。愛があってこういうことをしてますなのに将来こういうことをしたいですってすごい飛んでるんですよ。そこのつながりがすごく弱いです。でさらには、強みの部分で問題解決能力って言ってるんですけど、要は研究も未知のタンパク質源を見つけるっていう課題じゃないですか。それをどう課題解決するかって話だと思うんですけど、解決策が論文を読みます終わりだったんですよ。論文を読みます終わりって本当にそれって解決能力あんのかなっていうふうに思っちゃったんですね。論文を読むだけじゃなくて教授とどういうコミュニケーションを取りながらやったのかとかですとか、他の何なら他の大学の研究室ともどういう連携を取ったのかですとか、本当に課題解決能力あるかなっていうふうに疑問だった。面接慣れなくて伝え方がすごい至らなかったと思うんですけども、その問題解決能力に関してはサークルでの活動の方でお伝えできればな。でもね、一貫しないといけないんですよ。それはあもう課題解決能力があるっていうんだったらどのエピソードにも課題解決能力がないとおかしい。それは研究も要は課題全部が課題解決じゃないですか。もうどの研究もどのジャンルもそうじゃないですか。それがちょっと弱い、はい、普通すぎるというか、なんで僕としておすすめというかはやっぱり教授とどうコミュニケーションを取ってどういう仮説を立ててどういうふうに研究したのかっていう話をした方がいいし、あとこれ一人で全部やりましたって本当かなって思っちゃうので、1年2年上の先輩が過去どういう研究をしてきてそれをどううまく活用したかっていうその先輩との関わりの部分とか話してもらった方がなんか説得力があるんですよね。だから一人で全部やりましたっていうのはなんか嘘くさいんですよ正直。で次サークルの話、サークルの話はこれもまた面白くなかったです正直。で数的根拠を出さないと聞きたくないというか、研究とか論文でもそうじゃないですか。最初に結論からこう研究の成果とか数的なものとかを出してくれないと、その次にじゃあこういう仮説を立ててこういう実験をやってこういう失敗があってまたこういう工夫して仮説を立ててで最終的にこうなりましたっていう聞く気にならないじゃないですかっていう現象が今起きてるんですね。さらには自信がなさそうなんですよ全体的に。課題解決能力があると思いますゴニョゴニョみたいな感じになっちゃってるんで、それはちょっと不安になりますこっちは。だって買い物するときにこのペンは文字が書けたり書けなかったりしますって言われて買いたいですかっていう自信持ってちゃんと書きやすいですって言ってくれた方が買えるじゃないですか。そういう自信持ってもらわないとなんかこっちもなんか困るというか、志望動機に関しては、最初の入りが当たり前すぎる。コミュニケーションに関することだったりとかその人々の生活を支えだったりところっていうのはもう言わなくても分かってるIT が、日本中世界中で必要とされてることはもう当たり前です。当たり前のことはもう言わなくていい。どっちかというとそれは言わないので具体的な体験が欲しいんですよ。その実際に訪問した時に目で見たその使ってる人の話を聞いたっていうその体験の方が超大事なので具体的にそっちを話してください。なぜうちの会社かってところの部分も地域のその情報格差って部分はこれ別にどの会社でもやってるよなって思いますし、だって IT に限らず金融とかもそうだし電車とかもそうじゃないですか。地域の格差を埋めるっていう意味ではそうもう全部そうなんですよ世の中の商売って。逆に地域の格差埋めてない企業って何会社って何かあるみたいな思っちゃったりもしちゃう。だって信頼でもそうじゃないですか。言うたら地域の経済か地域の格差を埋めるインターネット上で埋められるっていう話じゃないですか。遠くの人でも就活ができるっていう。でほぼ全部の企業そうなんですよ。当たり前のことは言わなくていいです。陸上養殖で実際に使ってる人の話を聞いたっていうことはもう最初に言った方がいいと思います。違う部署に配属された場合っていう話はこれもなんでそこまで惚れてるのかっていうのがちょっと理解できなかったです。もうやっぱりこう解決策としてはもう具体的な仕事の名前とか具体的なプロジェクトの名前、具体的な社員の名前とか具体的な固有名詞を出すしかないんですよ。なんでもう今からできることとしては会社名スペースインタビューっていうふうに Google 検索してもう社員さんのインタビュー記事をちょっと探してください。で具体的な名前とプロジェクト名とかをちょっと頭に叩き込んでもうそれを言ってください。そういう具体性がないと正直本当にっていうふうになっちゃう。その具体的な仕事と自分の体験談を掛け算してみて自分の過去の体験談こういうことがあってでこういう思いを持って取り組んでる人がいたのでその思いに共感して志望してますっていうふうに言ったらオリジナルな志望動機になるかなと思います。以上です。すごい。ちなみに今の第一志望に行きたいって気持ちは本当じゃないですか。こういう言葉じゃなくてもいいので本当の意味で増田くんがここがいいなって惹かれるポイントって何があるんですか？IT 業界でも養殖ってところがすごい衝撃的だったと。それ話せばいいんじゃないですか？それめっちゃいいと思います、はい、
人の手でやるのもすごい大変な養殖を、まあ、IT で管理して実際にそれを事業としてやってるっていうところで、うん、IT 業界でそういった事業にも応用できるんだというか、その話なかったですね、その話めっちゃいいと思います。実体験じゃないですか、それ。あ、そうです、ね、そう、実体験って一番大事なんですよ。なんでそれ話さなかったの？ちなみに、なんか良かったポイント、明日の面接でもここは継続しようねっていうポイントあったら教えてほしい。良かったポイントはやっぱ魚が好きだ、養殖が好きだって話の自分の言葉で、そのなんか言葉にはできないんですけど好きなんですよねって言った瞬間とかは、これは嘘偽りない感じだなと思ったんで、そういうところは嘘偽りない部分は出せてたのは良いので、それはもう絶対出してください、はい、それと、まあ、あと体験談で、まあ、実際にこのユーザーとして使ってる人の話を聞いてるっていうところの具体的な体験があるのは良いことだと思いますので、そこも押してください、はい、いいところも今日でも直せるところも、はい、聞けて、はい、きっと明日はうまくいくと思うんです。そう、よかったらちょっと今日面接を受けた感想をお願いします。はい、今日面接を受けてみて、まあ、本当に自分が ここまで至らない、自分で50点って言ってたのもおこがましいぐらいの、すごいね、絶対になってしまってたなというのは、やっぱり的確なフィードバックですごい実感できたので、ちょっと明日というギリギリなんですけども、今までこういただいたフィードバックをもう一回見直して、まあ、直せているところは直して、この思いをぶつけられるように、ちょっと頑張っていきたいなというふうに思ってます。はい、ありがとうございました。応援してます。応援してます。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。はい、ということで今回ガチ面接を、南さんにしていただきました。南さんの SNS は下の概要欄に貼ってください。貼って貼るかな。あ、もうどっち、行け、頑張れ、頑張れ、頑張れ。気が向いたら貼っておきますので、興味のある方はぜひチェックしてください、はい、じゃあ丸松さんの気が向いたかどうかは概要欄をタッチしていただければ分かるかなというふうに思いますので、ぜひ世界に直感道場のフォローをお願いします。はい、ということで増田くん、南さん、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。せーの、じゃらじゃらじゃら。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。